ついにこの日が来てしまった。天空聖女よ、我に魔法の力を。魔法変身マージマジマジーロ、ワンピースマジーマジーロ。母さん、マジナ、闇の猛獣を消せ、ジズマ、マジナ。テックメイ、すげえ。母さん、母さん、母さん、マジか。ジジル、だって魔法使いだもん。え、魔法使いだもんって一体どういうこと？お茶が済むまで待って。もう母さん、さっき現れたのは地底冥府インフェルシアの名人、わかりやすく言うと地獄の化け物よ。名人。そして私はそのインフェルシアと戦うために天空聖者から魔法の力を授かった魔法使いなの。マジーロ。おお、すげえ。お母さん、これはマージフォン、天空聖界マジトピアとの連絡。あなたたちはそれで空の上に住む天空聖者から魔法の力を授かり、魔法戦隊マジレンジャーとなるのよ。魔法戦隊マジレンジャーって、母さん、俺のないんだけど。ザザレ、また来る。マキト、ホーカ、ウララ、翼、行って戦うの。え、お母さんは感じるのよ、より強力な邪悪な力を。お母さんはそれに立ち向かうためにもっと魔法力を蓄えないといけないの。だから今はあなたたちが戦って。そんな、ホーカたちだけなんて急に言われたってできないよ。大丈夫、あなたたち兄弟ならできるわ。分かったよ、母さん、俺たち頑張ってみるよ。俺たち、ちょっと待てよ、俺はまだ。こうなったらやるしかないって。ウラネーまでその気かよ。みんな、ゴー。ちょっとウラネー。ちょっと母さん、俺だけ仲間外れかよ。カイは高校生でしょ、戦士として戦うにはまだ早いわ。なんだよそれ、兄ちゃんたちがやるなら俺だって。さっきの風船、カイのあんな無謀な姿見たらとても任せられない。一歩間違えてたら死んでたかもしれないのよ。怖くなかったの？怖いもんか、俺は勇気なら誰にも負けないんだ。カイ、勇気と無茶とは違うの。恐れを知らない者に本当の勇気はわからない。そして本当の勇気がなければ魔法は使えない。なんだよ、いいよもう。ジルマン、マジナ、母さん、おい、あとはお母さんに任せて、あなたたちは下がってなさい。マジマジマジか、はっ。お母さん、お母さんが魔法で大きくなっちゃった。マジーネ、なんだろうこの胸騒ぎ。
やめよ、感がする。魔法は正義のためのもの。それなのになぜ許しやが。愚かな。魔法は力、そして力こそが全てだ。オーザ・ウル・ザザード。無事だったの？あなたたちがこれを見ているということは、インフェルシアが復活したということも。そしておそらく私はもうこの世にはいない。でも私はあなたたちにどうしても言っておかなくてはならないことがあって、このメッセージを残します。あなたたちがまだ小さかった頃、マジトピアとインフェルシアは人間の知らないところで戦っていたの。戦いは激戦を極めた。でも一人の勇敢な天空聖女が自らの命と引き換えにインフェルシアを地の底に封印した。その天空聖女がお父さんよ。お父さんって探検家じゃなかったの？俺たち幼い時からそう聞かされてたよな。それで南極で遭難して亡くなったって。あれ全部嘘だったのか？復活したインフェルシアと戦えるのは、勇敢な戦士だったお父さんの子供のあなたたち兄弟しかいない。お父さんの子供の桜花たちが。ブロブのお出ましだわ。ブロブ、こいつがあんたにあげる。食べちゃっていいわいいよ。あんまでも母さんも勝てなかったやつに俺たちが勝てっこないって。勇気を出して。あなたたちの武器は勇気。いつだって勇気が魔法を教えてくれる。そのことを忘れないで。これがお母さんからの最後のメッセージ。さあ行きなさい、魔法戦隊マジレンジャー。お母さん。ん？今の声。ん？あれは？
母さん、母さん、翼、お兄ちゃんらしくなったわね。どうしてここに？あなたの勇気が導いてくれたのよ。俺の勇気？カイのために命を懸けてここまで来たじゃない。カイ、突っ走るのはあなたのいいところだけど、くれぐれも無茶はしないでね。ごめん母さん。これからも辛いことがたくさんあると思うけど、みんなで力を合わせて頑張るのよ。待って母さん。母さんと約束したの。母さん、母さん、明日6時に起こして、朝練だから。ちゃんと起きてよ。うん。母さん、俺のグローブ片っぽ見なかった？知らないわよ、よく探したの。おかしいな。母さん、母さん、聞いてくれよ、今度の肥料は抜群なんだ。分かったから手洗って、泥だらけじゃない。うん。だから待ってて。あ、シチュー。本当にいくつになっても甘えてばっかり。あの子たち、ある日突然私がいなくなったらどうするのかしら。え、突然いなくなるって。もしもの話よ。なんだ、もしもの話か。びっくりしちゃった。じゃあその時は私がお母さんの代わりになるね。お母さん、味見してみて。はい。さあ、どうかしら。うん、合格。お母さんの味と同じ。うららは頼りになるわね。じゃあ、うらら、お願いね。うん。ってことは、ああ、母さんの魔法だ。母さんも一緒だ。ああ、おう、ブランケン様。やった。幻じゃなくて本当に母さんがここにいてくれた気がした。俺もだ。私も、私も。でも見えたよな。うん。みんなで京都旅行に来たよね。ああ、思い出した。行った行った。行ったよな、ジミー。ああ、いろんなとこ回って、うまいもん食って、最高に楽しかったよな。実はあの日の明け方、みんなが寝てる間に
お母さんそっと一人で起きて出かけていったの。そう、全然知らなかった。ほうかちゃん起きて。行き先は南禅寺だった。そこで何かのお祈りを終えたお母さんは、最初は困った顔をしてたけど、私たちに秘密を教えてくれた。あのね、毎年この日にこのお寺であることをするとね、家族が一致団結できるのよ。あることって？ね、花の頭をちょんと触ってからお祈りをして、最後に頭をふわっと押さえるの。へえ、変わってる。お母さんが決めたんだけどね。そのお祈り意味あるの？あるのよ。だってお母さんがそう信じてるんだから。どういうこと？全然わかんないんですけど。そうよね、誰かに言うと効き目がなくなっちゃう気がして内緒にしてたんだけど、実はこれとこれはお父さんがお母さんにしてくれたことなの。ここでプロポーズしてくれた時にね。そうなんだ。だから何かある気がして、お母さん毎年祈ろうって決めたの。家族みんなが次の一年も無事に過ごせて、力を合わせて一つになれますようにって。お母さん、これお母さんのアップルパイなんだ。子供の頃ね、兄弟喧嘩がエスカレートすると、決まってお母さんが甘くて美味しいアップルパイを焼いてくれたの。さあさあ、アップルパイが焼けたわよ。はい、どうぞ。いただきます。甘くて美味しいものを食べるとね、イライラした気分もスーッと和らいで、とっても優しい気持ちになれるのよ。そうだったな、すっかり忘れたよ。これ母さんの味だ。懐かしいな。勇気出ろ出ろ、勇気出ろ出ろ、勇気出ろ出ろ、勇気出ろ出ろ。奴を倒して、今度は俺たちがあの日のお返しをしようぜ。あの日って？まだ俺も占いも小さかった頃。ここまでおいで。待って。秘密基地って呼んでた。立ち入り禁止の廃車置き場で二人して遊んでた時だった。おまわりさんが来て、慌てて二人で置いてあったトラックのコンテナに隠れたんだ。そしたらドアが開かなくなっちゃって、もう手が腫れるくらい二人でドアを叩いて叫び続けたよね。誰も助けに来ないまま夜になって、もうここで二人で死んじゃうんだと思った。でも奇跡が起きたの。やっと会えたね。すっごく驚いた。お母さんは私たちの SOS を感じてきてくれた。ヒーローみたいだった。翼は時々車の部品や名前のマークを拾ってきて宝箱に入れてたでしょ。それを思い出してここに来たのよ。お母さんの匂いだ。今朝二人とも同じあの時の夢を見たの。あれ、あそこに見える、キラキラ光ってる。本当だ、あれがお母さんの、お母さんの光。思った通りだ、まだ母さんは生きてる。やっぱり父さんの魔法で守られてるんだ。父さんの、そうか、あの時の魔法がまだ効いてるんだ。
光よ、一つに集まれ、ジルマジルマゴンガ。ジルマジルマゴンガ。母さん、お母さん、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 やっと会えたね。翼ああ、お母さんだよね、本当にお母さんだよね。何言ってるの、うらら。だってだってほうか、マキト、いつか母さん、母さん、泣いても母親か。ここに闇の中にいたの。もう二度と光のある世界には戻れないと思ってた。翼とうららのおかげさ、最後の最後の最後まで諦めずに信じ続けたんだ、母さんに会えること。そう、小さい頃のお返し、してもらっちゃったね。覚えてない？小さい頃トラックに閉じ込められたこと、夢で見てたの。二人を探して歩き回ったあの日のこと。お母さんも？え？俺たちもだよ、母さん。だから頑張れたんだ。嘘みたい。すごいね、すごいよね。俺たちみんなスノージェルから原始の魔法を授かったんだ。あなたたちがマジトピアにも行ったのよ。本当、イフルシアに乗り込んで戦ったりもしたんだぞ。みんなもうすっかり立派な魔法使いね。お母さんのおかげだよ。ああ、俺たちに勇気を出せってメッセージを残していってくれてから。ありがとう、みんな。さあ、母さん。特別な力を。うららが鍋磨きを始めた。悲しいことがあったり苦しかったりするときのあの子の癖、昔からずっとそうなの。独り言だと思って聞いてくれる？昔話よ。私はイサムさんが好きで、イサムさんも私が好きで、こういうことって二人にはわかるものよね。でもイサムさんはどうしても私を受け入れようとはしなかった。自分は戦士でいつ死ぬかわからないし、私のことも危険な目に遭わせてしまうからって。でも私が本当に恐れたのはイサムさんの愛を失うこと。それ以外に怖いことなんて何もなかった。たとえ苦しみであろうと悲しみであろうと、二人で味わえば喜びに変えられる。体が離れてしまっても愛し合ったって記憶があれば人は強くなれるものよ。あの子もきっと。
僕は。